第二次世界大戦頃のテレタイプ、端末指定プリーダーとパンチを備えた ASR テレタイプモデル33は、コンピュータ用端末として使用可能テレタイプ端末は、印刷電信機、テレプリンタ、T ともいい、今日ではほとんど使われなくなった、電動機械式タイプライターで、簡単な有線、無線通信を通じて日展間の印字電文による、電信に用いられてきた。 メインフレームやミニコンピュータのユーザーインタフェース用端末としても使われた。いわゆるパソコン通信も T による通信方法を応用したものである。紙テープにキーボードからの入力や受信したメッセージを記録できる機種もあり、紙テープに記録したメッセージを印刷したり、再送したりといったことが可能である。また、紙テープは、 コンピュータの入出力に使われるものと互換性があった。様々な通信媒体で使用可能であり、単純な2本の導線から専用線、交換網、無線やマイクロ波のリンクなどがある。モデムを介すれば、電話交換網を経由して通信でき、遠隔のコンピュータ、特にタイムシェアリングシステムとの接続によく使われた。今では出力として、 プリンターではなくモニターを採用した完全電子式の端末にほとんど取って代わられた。それでも、航空管制業務では今も広く使われており、またろう者が電話回線経由で通信するための装置、聴覚障害者用文字電話としても使われている。テレタイプは、ロイヤル、e ・イーハウス、デイビッド・エドワード・ヒューズ、チャールズ・クラム、エミール・ボドウなど、 多数の技術者の一連の発明によって進化した。1846年、ワシントン DC とニューヨーク間で、モールス式電信システムが開通した。ロイヤルイハウスは、同年、電信印刷機の特許を取得している。28キーのピアノ上のキーボード2台を、相互接続したもので、各キーがアルファベットに対応していて、一方のキーボードのキーを謳歌すると、 相手側でその文字が印字される仕組みになっていた。シフトキーがあるので、各キーは2種類の値を発生できる。そのため、合計56種類の活字で構成されるタイプホイールが双方にあり、同期して回転する仕組みになっている。送信側でキーを謳歌すると、受信側のタイプホイールが回転して対応する活字が印字される位置に移動する。従ってこれは、 同期式データ転送システムの一種である。ハウスの装置は1分間に約40号を伝送できたが、大量生産は難しかった。印字機構は1時間に2000度まで印字可能だった。この発明は1844年、ニューヨークのメカニクスインスティチュートで完成し展示された。テレタイプの運用は1849年、フィラデルフィアとニューヨーク間で始まった。 1855年、デイビッド・エドワード・ヒューズが、ロイヤル・イーハウスの作ったマシンを改良した。それから2年以内に、いくつかの電信会社が合併して、ウエスタン・ユニオンが結成され、ヒューズのシステムを商用電報に適用し始めた。1874年、エミール・ボドーが五単位符号体系を使ったシステムを設計。このシステムは1877年に、 フランスで採用された。1897年、パリとロンドン間の単方向通信システムに、ド道のシステムが採用され、その後イギリス国内の電信サービスでも双方向のボド道システムが採用された。1901年、ドナルド・ミュレーがタイプライター上のキーボードの開発過程で、ド道の符号体系に改良を加えた。 ミュレーのシステムはキーボードからの入力を一旦、紙テープに参考可能で、紙テープからメッセージを送信できる装置も備えていた。受信側では、メッセージを紙テープに印字することもできるし、参考することもできる。このようにすることで、オペレータの手の動きと転送される、ビット列は直接の関係がなくなったため、オペレータの疲労を最小化する必要がなくなり、 むしろよく使われる文字のコードが、紙テープ上で、穴が少なくなるように修正を加えた。ミュレーは、また、制御文字と呼ばれるコードとして、キャリッジリターンや開業コードを符号体系に加えた。ヌル、ブランク、デルといったコードは、ドーの符号体系から移動させられ、その値が長らく使われることになった。ヌルやブランクは送信中に何も送信していない。 状態を表すのに使われた。1902年、電気技師、フランク・パンは、電信印刷機の実用化の研究スポンサーを求め、モートン・ソルトのジョイ・モートンに接触した。ジョイ・モートンは、それが出資に値するか否かを判断するため、ウエスタン・コールド・ストレージ・カンパニーの副社長で技師の、チャールズ・クラムに意見を求めた。クラムは、 パンの研究に関心を寄せ、ウエスタンコールドストレージの研究室にそのためのスペースを設けた。フランク・パンは1年ほどでプロジェクトに興味を失い、教職に就いた。クラムは研究を続け、1903年8月にタイプバー、ページプリンターと題した特許を取得。1904年にはタイプホイールプリンティングテレグラフマシンと題した特許を出願し、 1907年8月に発行した。1906年には、息子のハワードクラムも父の研究に参加している。不合電信システムの通信開始、終了時の同期方法を考案し特許を取ったのは、ハワードであり、それによって、テレタイプ端末の実用化が可能となった。1908年、モルクラム社が、テレタイプ端末、 モークラムプリンティングテレグラフを開発し、アルトンレールロードと共同で実地試験を行った。1910年、モルクラム社の初の商用テレタイプ端末が、ボストンニューヨーク間の電信線で導入された。1916年、エドワード・クライム・シュミットがタイプバー式ページプリンターについての特許を出願。1919 19年、モルクラム社が戦術の開始。 終了時の同期技法についての特許を取得すると、間もなく、クライン・シュミットが、メソッド・オブ・アンド・アペラタス・フォー・オペレーティング・プリンティング・テレグラフスと題した特許を出願。この特許には、モルクラム社の開始・終了技法の改良版が含まれていた。開始・終了技法について、特許紛争で時間と金を無駄にする代わりに、クライン・シュミットとモルクラムは合併することを選び、 1924年に、モルクラムクライムシュミットとなった。この新会社は、両社の機種の長所を生かした、新機種を開発した。1924年、フレデリック・ジー・クリードが創業したクリードカンパニーが、テレタイプ端末市場に参入。1925年、クリードは、バドコードを合理化したミュレーの符号体系についての特許を獲得し、 1927年の新機種に、それを採用した。この機種は受信したメッセージをゴムを塗布した、紙テープに、毎分65度の速度で印字でき、クリードとしては、初の送受信機能を一体化した、大量生産機だった。テレタイプ端末を使用した、主なネットワークは、以下の5つである。バドコードを生成する、テレタイプ端末のキーボード。 32個のキーがあり、スペースバーもある。テレタイプ端末の文字セットはごく限られ、印字部は、活字式プリンターであり、印字品質は貧弱だった。また、多くは、紙テープ参考機と紙テープ読み取り機に接続され、オフラインで伝文を作成して保管しておくことができた。この機能は、通信回線やコンピュータの記憶装置などの利用が、 非常に高額なものであった場合には有用なものだった。多くのテレタイプ端末は5ビットのバドコードを採用していた。この文字セットは32種類のコードからなる。数字や記号をタイプするにはフィグスシフトキーを使う。中にはフィグスで気象シンボルなどの特殊な文字と解釈するテレタイプ端末もあった。印字品質は現代から見れば貧弱なものだった。 BAD コードは、スタートビットとストップビットを使った、いわゆる月歩み同期式であり、この設計は、テレタイプ端末の電気機械の開始、終了と密接に関連していた。初期のシステムは、同期式コード設計だったが、機械の同期が難しかった。他にも ASCII、フィールテータ、フレクサライターといったコードが登場したが、BAD ほど普及することはなかった。 テレタイプの回路の論理レベルをマークとスペースという用語で表す。テレタイプ端末の通信は単純な直流電流のオンとオフでなされる。回路が閉じて電流が流れる状態をマーク、回路が開いて電流が流れない状態をスペースと呼んだ。マーク状態が継続していることをアイドル状態と呼び、ある文字のコードを送信する際にはスペースで表される。 スタートビットがまず送られる。スタートビットに続いて、文字を表す固定個のビット列が送られる。バドコードの場合は、それが5ビットである。その後、1個かそれ以上のストップビットを送る。ストップビットはマークであり、後続のスタートビットと識別できるようになっている。送信側にそれ以上送信すべきものがなければ、新たな文字のスタートビットを送るまで、 マーク状態が継続する。文字と文字の間の時間は任意だが、少なくとも、受信側が必要とする、最小ストップビット数の分だけ間隔を空ける、必要がある。断線すると、受信側は連続なスペース状態となり、ぬる文字を連続で受信しているような動作をする。初期の製品は、リレーカムクランクを動作させるため、 本来の長距離通信の電信回線を流れる2 0ンペアカレントループを使用するものが多かった。後にソリッドステート化が図られると RS-232 を備える製品も現れカレントループに変わり主流となった。テレタイプの回線は通信事業者からリースするのが普通で電話回線と同じ動線のツイストペアで顧客の所在値から 通信事業者のぼ根までを結んでいた。そして局内でテレックスまたは DWX サービス向けの交換機に接続されていた。専用線の場合は交換機を介さずハブや中継機に接続され1対1や1ついたの接続を構成していた。カレントループを使い2台より多くのテレタイプ端末を同じ回線に接続することもできた。 初期のテレタイプ端末のキーボードは3列で、大文字だけをサポートしていた。5ビットのバドコードを使い、毎分65ほどの速度で通信した。コンピュータの普及とともに ASCII コードを採用したテレタイプ端末が登場し、広く使われるようになっていった。1940年代、5ビットのバドコードが普及すると、ウアスタンユニオンが、 転送速度を比較する指標として、ワーズパーミニットを採用し、その後数十年にわたって使われた。通常、スタートビットを1ビット、データビットを5ビット、ストップビットを1.42ビットの長さで送る。ストップビットが、このような、長さになっているのは、機械式印字機構を同期させるためである。コンピュータは1.42などという時間を容易には、生成できないので、 1.5で代替するか2.0ビット分、送信して1.0ビット分だけ受信するなどの工夫をした。例えば、60スピードの端末は45.5棒、66スピードの端末は50.0棒、75スピードの端末は56.9棒、100スピードの端末は74.2棒、133スピードの端末は100.0棒である。 アマチュア無線のルティでは60スピードがデファクトスタンダードとなった。これはその速度の端末が容易に入手可能だったこととアメリカ連邦通信委員会が1953年から1972年まで60スピードのみに制限していたためである。テレックスや通信社のニュース配信サービスなどは66スピードを使っていた。 機器の信頼性向上に伴って75スピードや100スピードに移行した例もある。しかし電波では転送レートを上げると誤り率が高くなるため、60または66スピードが主に使われ続けた。もう一つのテレタイプ端末の速度指標として、オペレーションズパーミニットがある。例えば、60スピードは一般に 368OPM、66 スピードは 404OPM、75スピードは 460OPM、100スピードは 600OPM である。ウエスタンユニオンのテレックスは、通常 390OPM に設定されており、1文字を7.42ビットでは、なく7ビットで表すものとする。ニュース配信サービスや、個別のテレタイプ端末では、重要なメッセージを受信した際にベルを鳴らす機能があった。 例えば、UPI 通信社のサービスでは、ベルを4回鳴らすアージェントメッセージ、5回鳴らすブレティン、10回鳴らすフラッシュなどがあった。テレタイプ回線には5ビットステープパンチキやリーダーが接続されることが多く、それによって受信したメッセージを別の回線で再送することができる。複雑な群や商用のネットワークはこの方式で構築されていた。 メッセージセンターには何台もテレタイプ端末が並び、大量の送信を待つ紙テープが置かれていた。熟練したオペレーターは、紙テープの穴のパターンから、優先コードを読み取ることができ、パンチ機から出てくる、こういう鮮度の紙テープをそのままリーダーに供給する、こともあった。通常のトラフィックは中継されるのに数時間待たされる、ことが多かった。 多くのテレタイプ端末には紙テープリーダーとパンチが備わっており受信したメッセージを機械に読み取れる形でセーブしオフラインで編集可能にしていた無線ではルティがよく使われたアマチュア無線では今もこれが使われているタイプライターや電気機械式プリンターは市場に文字を印字できキャリッジを行の左端に戻す動作や次の行に 印字位置を進める動作などの操作を実行する。印字以外の操作コマンドは印字される文字と同様に転送され、それらを制御文字と呼ぶ。キャリッジリターンやラインフィードといった一部の制御文字は本来の機能を保持しているが、他の制御文字の多くは異なる用途で使われている。一部のテレタイプ端末にはヒアイズキーがあり、プログラム可能な20文字。 または22文字を送信する。この文字列はインク信号を受信した際に自動的に応答として送信するようにも設定できる。これは一般に局の識別に使われた。オペレータがこのキーを謳歌すると局識別子が相手に送られ、また相手がお前は誰だを意味するインク文字を送信してきたら同じように応答する。 一体型の機種が開発される前にも、シーメンスの高速電信機、ウェスタンエレクトリックの高速電信機などがあったが、紙テープ参考用タイプライターテープ送信機、テープ参考受信機、印刷機などが別々であり非常に広い設置場所が必要なものであった。イギリスのクリードカンパニーテレプリンタナンバー7クリードカンパニーは、イギリスのテレタイプ端末製造企業である。 1931年、エドワード・クライム・シュミットは、新たな種類のテレタイプ端末を開発する会社、クライム・シャミット・ラブスを創業した。1944年、軽量な機種を開発し、1949年には、陸軍の携帯用テレタイプ端末に採用された。1956年、 スミスコロナと合併し、さらにマーチャンと計算機とも合併して、SCM コーポレーションとなった。1979年、クライン・シュミット部門がスピンオフして、エレクトロニックデータインターチェンジとなった。モルクラムの最初の電子印刷機は1910年、ボストンとニューヨークのポスタルテレグラフカンパニーに納入された。鉄道と共に発展していき、 1914年には AP 通信が採用した。1930年にクラインシュミットエレクトリックと合併してモルクラムクラインシュミットとなり、直後にテレタイプコーポレーションに改称している。イタリアの事務機器メーカーであるオリベッティは、イタリアの郵便局向けにテレタイプ端末を製造していた。初期の機種は紙のリボンに印字し、それを切り取って、 電報用紙に貼り付けて使っていた。シーメンス・フェルンシュライバー100、テレプリンタジーメンス・ウィント・ハルスケは1897年創業のドイツのメーカーである。テレタイプ社 ASR-331906 年に創業したモルクラム社が起源で、1925年にクラインシュミットエレクトリックと合併し、モルクラム・クラインシュミットとなり、 1928年12月にテレタイプコーポレーションに改称1930年に AT&T が買収し、ウェスタンエレクトリックの子会社とした。初めて一体型の機種を開発したテレタイプ社の製品が極めて大衆的になったため、この種の端末をテレタイプ端末あるいは T 端末と呼ぶことが多い。ブランド名は存続していたが、 1984年の AT&T 解体の際に AT&T の名称とロゴを使用するようになった。1990年にはテレタイプ端末の製造が終了となった。テレタイプ車の機種は大型で重く、非常に頑丈で、潤滑油を適切に刺せば何ヶ月も連続で動作できた。モデル15は長期にわたって生産された数少ない機種で、 1930年から1963年まで33年間生産されている。テレタイプ車は1940年代中頃にモデル15の後継としてモデル28を投入しようとしたが、第二次世界大戦中にモデル15を大量生産したためにモデル15を生産し続けた方が経済的であるという状態になっていた。 端末のタイプとして以下のものがあった。主な端末として以下のものがあった。黒田製光、日本無線などがテレタイプ社の互換機を製造していた。カタカナ送受信に対応したもの。電報の送信などにも使用された。漢字を符号化して送信するものである。紙テープに参考して受信し、テープ読み取り式漢字印刷機で印字するものは、 新聞制作の機械化に用いられた。国際的テレタイプネットワークをテレックスと呼び、1920年代後半に発展し、20世紀末頃までビジネス通信に使われ続けた。テレックスは交換網であり、電話のようにダイヤルで相手を指定でき、アメリカではウエスタニユニオンがネットワークを提供した。AT&T はこれに対抗する。 TWX を開発。こちらも当初はダイヤルで相手を指定し、バドコードを使用。後に ASCII をベースにしたサービスも提供した。テレックスはいくつかの国では使われ続けているが、多くの用途はインターネットに移行している。5ビットのバドコードと7ビットの ASCII コードに加え、6ビットの TTS コードもニュース配信などに使われていた。 シフトインコードとシフトアウトコードを使うことでアルファベットのすべての大文字と小文字、数字、新聞で使われる記号を左寄せや中央に揃えるといった食事指示などを扱える。本来このコードは紙テープを参考しその紙テープをライノタイプ付属の紙テープリーダーに読み込ませ新聞や雑誌の印刷にそのまま使用することを意図したものだった。後には カレントループ信号をそのままミニコンピュータやメインフレームに記録させコンピュータ上で編集して写真正半期に入力するようになった。テレタイプ端末は初期のコンピュータの入出力にも用いられた。パンチカードリーダーと高速プリンターがテレタイプ端末の大半の用途を代替するようになったが対話型タイムシェアリング端末としては1970年代。 後半にビデオディスプレイが普及するまで使われ続けた。コマンドプロンプトが印字された後に、ユーザーがコマンドを打ち込む。印字は後戻りできない。ユーザーが間違って打ち込んだ文字を消したい場合、前の文字をキャンセルすることを示す制御文字を入力する。ビデオディスプレイが登場した時、そのユーザーインターフェースは、電気機械式プリンターのそれと全く同じだった。 ビデオ端末はテレタイプ端末と同じように使うことができた。これがテキスト端末とキャラクターユーザーインターフェースの起源である。テレタイプ社のモデル 33ASR は紙、テープリーダーとパンチを備え、コンピュータにモデム経由で接続して使用できる。紙テープはコンピュータとのやりとりをオフラインで準備したり、コンピュータの出力を記録するのに使われた。 ASR-33 は BAD ではなく7ビット ASCII コードを採用している。DEC の RT-11 などの初期の OS ではシリアル通信ラインにはテレタイプ端末がよく接続されデバイス名は TT で始まることになっていた。他の多くの OS でも同様の命名法が採用されている。UNIX と UNIX 系オペレーティングシステムは接等時として t を採用し、例えば、dav, t13 などと命名している。また、疑似端末には、タイを、セット時とし、例えば、dav, t a r などとしている。多くの場合、t は、任意のテキスト端末を意味する略称であり、外部コンソールデバイス、モデムを介して、ダイヤルアップ接続するポート、シリアルポートや rs-232 ポートを、 介して接続する各種端末、Windows システムでの疑似端末デバイスを介した端末エミュレータなどを指す。最初期のマイクロコンピュータ評価用ボードである Intel SDK-80 にはテレタイプ端末を想定したデバッグモニターが ROM で提供されていた。また、初期のマイクロコンピュータ用プログラム開発環境、例えば Intel MDS や デジタルリサーチ CP-M などはテレタイプ端末も使用できるように作られていた。1980年代後半よりパーソナルコンピュータの価格低下に伴いテレタイプ端末の代わりに次第に各種のプリンターと共に使用されるようになった。ブラウン管画面を利用して文章をコピーカットペーストなどの編集したり紙テープに代わり磁気テープ記憶装置が使用でき オペレータの負担が軽減された。ありがとうございます。